じゃあ皆さんこんばんは。授業やいろいろ関連活動でお忙しい中お集まりいただいて本当にありがとうございます。今自己紹介ということで、話をいただきましたけど、私自身はもうだいぶ前、昭和46年に慶應義塾の法学部法律学科に入りまして、で卒業した後ですね、そこからが長いんで文学部の史学科ですねの日本史専攻に行って、修士課程博士課程といて、でその間にだんだん私の関心が日本法制史というですね、日本の法律や制度の歴史という方に関心が向きました。でそういうこともあって、法制史を本格的にやろうというので文学研究科でですね博士課程、一応修了した後、今度は研究生で法学研究科へ戻って、そして学位は法学博士で取ってというのでですね、ある時にはてなと思って慶應義塾に在籍していた年数ってどのぐらいだろうと、こういろんなものを足してみましたら、在籍していた年数が16年間ということで、16年というと慶應でいうと幼稚舎に入学した小学校から入学した人が大学の学部を卒業するまでがちょうど16年間なんですね。ですから大学から入ったんですけども、それと同じぐらいを慶應にお世話になったと。実は20年間ですね、体育会の相撲部長をやってました。で私の名前が長谷山っていうんで、なんか相撲にありそうな名前なのでよく聞かれるんですけども、私自身は相撲経験ありませんけども、20年間その相撲部の部長をしていろんな経験をさせていただいたりから学生部長、文学部長とですね、塾生のいろんな面を見せてもらったというのは大変ありがたい経験だったと思いますし、今の仕事にもそういう経験がこう生かされている、生かしていかなければならないというふうに思っています。はい、本日はよろしくお願いします。なぜ文学部に入ったのかっていうと、もともと学芸人になりたかったっていうのもあって、で慶應の文学部だといろんな専攻があって、普通に他の専攻の授業とかを受けたりすることもできますので、もちろん美術史を勉強したいっていうのもあるんですが、でもその美術史っていっても、いろんな、方法で考察する必要があるので、例えば社会学的に考察したりとか、政治学的に考察したりとか、文化人類学とか、そういった、いろんな学問に触れることができる学部を探したので、それが慶應っていうことに何て言うんですかね、それを満たしたのが慶應なので慶應に入学しました。確かにこう専攻の数も多いし、いろんな学びで履修もある程度自由度が高いので、で例えば他の専攻の授業なんか取ってみて、少しこう興味が持って面白かったっていう、どんな専攻の授業がありますか？取っていた授業はナショナリズムの授業で、で今ゼミで勉強している内容は、近現代の芸術で、特にそのポストコロニアリズムといって、そういう特に今研究しているのが、追放された作家だったり、そういう政治的な問題とすごく変わっている作家なので、そういったその一環で政治学科の授業も取ってたりしています。そういう国家と文学の関係とかね、いろんなことを考えるっていうのはやっぱり大学ならではで、いろんな分野のいろんな学問に触れることができるので、そういう視野も広がっていくというので、それはいい経験ですよね。インドネシアの大学だと結構実学を重視している傾向があって、大体友達の同期というか高校の同期のほとんどは、経済学部とか商学部に進学したんですけど、日本はそういう就職とかあんまり学部と関係なくて、みんな興味のある勉強をしたりするっていうのがすごく印象的です。まず入試のこととしましては、フィットの その地方生のため その B 方式というものがありまして、それに挑戦しようというふうに思いました。そのきっかけになったのが大阪の方で、慶應 の その大学の体験授業会というのが
の開催されておりまして、でそこで授業を受けたことがきっかけです。もともと報道に携わる仕事がしたいというふうに思っていまして、そこで今ゼミの先生である大石先生の授業を受けまして、専門的にそういうマスメディアの勉強ができるというところで慶應義塾大学を志望しました。今和歌山三田会三田会の奨学金をいただいているんですけれども、で毎年和歌山三田会というものが夏ごろに開催されておりまして、塾員の方ととの会の方に毎年参加させていただいております。三田会奨学金というのは和歌山もそうなんですけど、本当に日本中の各地の大三田会の仙台三田会とかですね、名古屋三田会とかあって、でやっぱりその郷土の出身の塾生を応援したいっていう趣旨なので、はい、まあそういう地縁的なつながりもありますし、でもともとはその同じ慶應義塾の先輩後輩っていうのが非常にこう絆を確認できる、そういう奨学金なんですよね。やっぱりこう卒業生が現役生を応援する点で、また現役生も卒業すると今度先輩になって現役生を応援するというこうサイクルがあって、まあ、それを一番象徴しているのが三田会奨学金ですね。